はい、お疲れ様です。ワイズファクトリーのアンドロイドの動画にお付き合いいただいております。今日ねちょっとこう優しい、バイク用語講座ということでやっていきたいと思っておりますけども、今日はサル息子に送るバイク講座特別編、今日お付き合いいただいております P さんです。お疲れ様です。今日何やろうかというとですね、 P さん、はい、夏なんで夏、特別編ということでね、2019年第42回鈴鹿8時間耐久レース4月28日日曜日決勝レーススタートということで、鈴鹿8時間耐久レースをもうこれ以上優しく解説できないというね、そういう感じでお送りしたいと思っておりますよ。はいはいはい、であのショッパン君がね、まあショッパン君っていうのはうちのお仲間さんの比較的若手の部類に、まあそんな若かねえかまあまあ若手の部類に入るお仲間さんがいるんですけど、どうもねこの間コメント欄にいただきまして、まあレースそんなに興味ないなというようなね、うん、コメントがあったんですけど、だからよくわからないというコメントありましてね。で、あの大丈夫なんです、食パンくんが特別なわけではなくて、うちに遊び来る若手、レース興味ある人一人もいません大丈夫ですよ。ただね、そんな中でもな、ね、レース離れっていうのか、まあ、人口が少なくなってきてるからね、まあどうなんだろうね、まあ、そんな中でも僕らがレース言ってるのは なんだろうねなんでなんだろう。ただね、魅力はあるから僕らもこうレース言い続けるんで、まあそんな魅力がちょっとでもね、これからの人に伝わればなということで、今日特別講座やります。はい、鈴鹿 8H ってなんだ、8時間耐久レースね、なんだということでお送りしたいと思います。まずね、オートバイのレースってなんだっていうね、なんか皆さんね、ハードル高いものに思われがちですけど、まあ確かに今のレース業界はねハードル高く思われるというのもありますね。トップクラスが使うマシンはもう億超えですからね、本当にもう全日本なんかでもマシン1台作るともう数千万かかったりしますんで、いやなんだよもう金もかかるしハードル高そうみたいなことありますけど、そもそもレースっていうのはね、まあ、オートバイのレース自体は1907年マントー TT レース、第1回開催されて112年前からね、行動レースなんかっていうのはイギリス領のマントーなんかで行われておりますけど、日本でもね大正時代からレースみたいなのはもうやってたんですよ。ただあんまりね、遡りすぎると、わけわかんなくなるんで、まあ、とりあえず戦後からね、ラインを引きますけども、やっぱりあのストーリーはやっぱ戦後からということで、でやっぱね、敗戦後、空白ができた日本の産業ものづくりなんですけど、GHQ がね、まあ、アメリカの進駐軍、まあ、うちの動画よく出てくるね、進駐軍とか GHQ ね制限してたんですよ、ものづくりに対してね。敗戦後の日本あんま調子乗らしちゃいけないと思ったのか、アメリカのものを売りつけたかったのか知らんですけど、こう飛行機とか自動車の生産なんかに関してはものすごく制限あったじゃないですか、まあ、僕見たことないから知らんですけどね。で、まあ、その中でもね、二輪車は割と規制が緩かったらしいんですね。で、戦時中ね、武器なんか作らされてた腕のいい職人さんたち、やっぱり戦後なんか作って飯食わなきゃいけないので、比較的規制の緩い、二輪なんかをこう町工場が立ち上げて、もうね、鉄なんかって言ったら、まあ、その辺に戦車なんかが転がってた証なんですけど、鉄はね割と手に入ったんじゃないですかね。なんかものづくりとしてこうオートバイ業界、バイクでもじゃあ作るみたいなね、うん、割と出てきたんだと思うんですよ。で、まあ、そうするとあとはもうちょっとバイクなんか結構作る職人さんが出てくると、それに乗って、まあ、やっぱりね若い子ああいう乗り物あるとね競争したくなるんですよ、うん、腕自慢がこうこぞってね走り回る、うん、でそうするとなんかどっちが早いんだよみたいなね、うん、ことなるわけじゃないですか。でそうするともうブーン、あいつが勝ったの、あいつが速えなのとかになる、そこで腕のいい職人さんは俺の腕がええみたいなのとかね、うん、出てきてレースっていうのは盛り上がっていったんじゃないかな、若い人たちとにかく競争が大好きです。でちなみに手っ取り早く宣伝、自分の腕自慢もあるし、作るおじさんたちはやっぱり自分のこう、腕の良さをアピールするのにね、この場だったと思うんですよ、レースっていうのがね。もう見た目に分かりやすいじゃないですか。それが今、皆さんレース離れしてますよ、その過酷なね、自慢の場にどうして、そういう場が盛り上がらないのか、まあ、やる必要がなくなったんじゃないですか、うん、まあ、とにかくだってね、日本のメーカーのバイクっていうのは壊れねえし、まあ、性能だって世界一だし、うん、とにかくそんなね、サーキットの場ですごいんですよみたいなのを逆に今宣伝したいのは安全性とか、うん、燃費の方とかね、まあ、特別レースで宣伝しなくてもよくなったっていうんで、まあ
特別若い子たちがレースを見なくなるっていうのはそんなに宣伝してないからじゃないかなっていうのはありますよね、そこの部分に関してはね、うん、でもうやからが集まってきてもう腕自慢するレースが人気になってくるわけですよ、うん、それ観客もね集まってきて野獣馬が、うん、でそうなってくるとだんだん盛り上がってくると興行として成り立たせてなみたいな人も出てくるんじゃねえかっていうことですよね。で盛り上がってきたところでね、ちょっと鈴鹿の方で、大きいレース、主催してみたいみたいな声が盛り上がってきて誰でも出られるレースね、まあ、例えば、ちょっと最初に鈴鹿の8時間耐久レースみたいなものをやろうなんて言った時に最初に上がった声が誰でも出られるレースということでね、で、出入りしてる、コーヒーショップなんかでガソリンスタンドで働いてる兄ちゃんなんかがコーヒーショップのね、マスターをスポンサーにして出てくるレースみたいなのをでみんなでね盛り上がるやつ、何でも出られるレースみたいなことでもうレギュレーションだって何でもありだみたいなとこでね、鈴鹿にレース持ってきたいなっていう話が出たらしいんですよね。ただあんまり市販車とか何でもって言ったらやからみたいなの集まってきても嫌だなみたいな声はあったらしいんですが、いやそんなことはないと、オートバイを走らせたい情熱っていうのはね、真面目にやりたい人なんかもいるはずだっていうことで、で長く見せたい楽しんでもらいたい耐久レースライダーをね、2人とか3人とかで代わり番こに走って長い時間走ってより楽しんでいただきたいみたいなね、ことで、企画が立ち上がったんですけど、で耐久決まってたんですけど面白いレース、なんかねっかなっつってイベントディレクターがねアメリカへ視察へ行ったんです。これね、アメリカへ行って8時間にするまでにはスッター問題やっぱあったんですね。24時間じゃね、本場ヨーロッパの耐久レースが24時間なんかでやってましたんで、ちょっとそれ長えだろうと。で、まあ、3時間、5時間とかじゃ短えだろう。ちょうど A、8時間にするまでもスッター問題があったんですけどね。あとはやっぱりね、アメリカで見たあのレースのナイターレースがすごく感動的だったということで、8時間、ちょうど A 時間、8時間でゴールをナイターにしようみたいなところがね、決まって、8時間でフィニッシュはナイターに決まって、とにかく、ライダーは2人から3人とかで交代で走る、ね、でとにかく誰でも参加できるが最初だったんですけどね、まあ、だから M1 グランプリみたいなね、ことで始まったんじゃねえかなという感じですけど、で、そして本格的な耐久レースがこういった条件で日本にやってくるわけでございます。1978年鈴鹿8時間耐久オートバイレースが第1回でございます。でこのレースがね、誰でも出られるあのレースを歌ってる割にね、あのホンダがね、ガチコンできます。第1回。第1回で。ホンダは大人げないです。もうメーカーの威信をかけて、もうその当時でもね、あの前年まで本場のヨーロッパで耐久選手権2年連続でチャンピオンを取ったチーム、持ってきます。2大体制。あらら。これがね、チャンピオン獲得した RCB っていうオートバイ、当時ヨーロッパで無敵艦隊と呼ばれたマシン2台投入して、もうぐーの音も出ないぐらい。でね、鈴鹿っていうのはあのホンダのお膝元、もう本拠地なんで、とにかく第1回この鈴鹿で、もうホンダの力をもう全て見せつけて、もうこんなもうね、やったろうと。なるほど。もうホンダも街中してる兄ちゃんなんか、もうこれでもかってやったるみたいな感じで来ました。はい、で後にね、現場にいたあの鈴木系の有名なメカニックがあの、動画なんかで語ってるんですけど、あのホンダのチームがね、観光バスみたいなの乗りつけてきて、こんなの勝てっこねえよみたいな、もう戦う前から負けてたそうです。もう心折られてたんだよね。なるほど。はい、で、まあ蓋を開けてみると予選の結果がね、1位がヤマハ TZ750、 2位が鈴木 GS1000、 3位川崎 Z1、 こういう予選順位になってましたね。でこれがね、あの意外にホンダが予選振るわなかったのはどういうことかということなんですけど、まあ意外、まあしっかりとね RCB 4番手7番手というふうにつけております。だからこれ見よがしの凱旋帰国でしたけどね、ライダーが日本のサーキットに不慣れだったのか、まあ長丁場の耐久レースのプロスペシャリストを連れてきてるんで、まあ予選そんな気にしねえよと、終わって勝っちゃいいんだよみたいなことだったかもしれないですけどね。でそして運命の決勝レースがスタートします。さあ RCB ですよ、ホンダの威信かかっております。ゼッケン6番の RCB、 1周目で転倒リタイアです。これもレースだからこんなんだ、大丈夫だよ、ホンダは織り込み済み、こういうこともレースにはもちろんありますから、でゼッケン5番の RCB、はい、3時間後にエンジントラブルでリタイアした。なるほど。これがレース。
これがレースなんですよ。何が起こるか分からない。いや、もう本当ですね。で、ホンダチームの方がね、当時は、このホンダの、まあ、当時のスタッフの方というのも有名な方なんですけど、この方がね、後に語っております。RCB のね、無敵艦隊がこの結果に終わったのには、ちょっとやっぱ要因があったそうです。ヨーロッパのね、長時間の耐久レースのスペシャリストで、マシン、ライダー、チーム、すべてが、24時間とかの長い尺には強いんだけど、8時間ってほぼスプリントだなっていう短い尺がよく分かんなかった。なるほど。そうなの。だからレースが24時間あれば無敵なんだけど、彼らには短すぎて8時間が。そこ、そうらしいんですよね。鈴鹿8時間耐久と言ってますけど、もう本当にもう日本のチームはだからもうどうやって戦ったからもういいか分かんないから、スプリントレースなんですよ。もうとにかく行けるところまで行っちゃおうと。もう8時間持ちゃいいよ。でもだったら8時間持たなくてもいいよぐらいで吹っ飛ばすんですよね。で、本場のヨーロッパチャンピオンたちは、でも24時間走るつもり出してますからもうね、ストレートでもね、日本のチームはこうガーッつって吹っ飛ばすらしいんですけど、 RCB の無敵艦隊ね、なんかのんびり走ってるみたいな。ちょっとね、いや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 ってチームがいや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 ってなったらしいですよ。だからあまりにも吹っ飛ばす日本チームに対して RCB 軍団がそんなのだから、ちょっとやっぱピットから葉っぱかけたとこもあるんじゃないですかね。それが焦りになってこう転倒とかエンジントラブルにつながったんじゃないかなって勝手に思ってますけどね。で、結局焦りからこう自滅することになってしまいました、 RCB 軍団が。でね、ここで、行けるところまで行ったれというね、8時間のスプリントレース、もう過酷な8時間スプリントレースですよ、こうなると、はい、ここね、まあ、とにかく行けるところまで行ったれって吹っ飛ばしたチームがね、まあ、全てのチームがそうだったんですけど、日本のね、はい、チームはね、その中でも、やばいところまで、行ったチームがあります。もうこれね、Pさんもご存知ですよ、はい、打倒ホンダに燃えるそうです。ご存知、我が吉村チーム、GS 戦で命がけで吹っ飛ばしまくりますね、はい、で吉村チームっていうのね、 GS 戦、鈴木の GS 戦っていうマシンを借りまして、ウェス・クーリー&マイク・ボルドインって、これ伝説のライダーたちなんですけども、まあ、なんすかね、アメリカでねもう活動をしてて、吉村っていうのは割とね、まあ海外、まあ、そんなにビビってなかったんじゃないですか、チーム自体は。 RCB の外人コンビなんかもね、まあ、日本のチームってやっぱりなんかすっごい外人さんがみたいな、ちょっと押されたとこあるけど、割とこの時現場を仕切ったポップ吉村さんの息子さんなんかは、結構海外ナイズされてたというか、アメリカナイズされたファンキーな格好してピットなんか現れたらしいですけどね、まあ、臆せずもうアメリカのスタイルで、ヨーロッパの長時間スタイルではなく、アメリカンスタイルなのか知らんけど、いけるところで行ったらいいみたいな感じで吹っ飛ばしてって、このレース中にもね、いろいろ、まあ、ちょっとトラブルらしいものなんかもあったらしいんですよね、うん、マシントラブルもその場で修復してみたいな、うん、結構ね、過酷なレースになったらしいんですけど、149周して見事に優勝しております、鈴鹿8時間耐久レース、歴史ある、42回をね、数えるこの歴史あるレース、第1回優勝は、吉村です。これはね、素晴らしい。もうそこからずっとね、吉村チームっていうのは、この8時間耐久レースに出続けているというね、もうこれも、まあ、それはもうすごいですよ、うん、もうホンダは無敵艦隊投入したレースで、町の毎回さ、勝っちゃったとんでもないことですよ、本当にね、でもこうやって始まった鈴鹿の8体なんですけどね、今年42回目の開催を迎えます、うん、このレースがね、何が魅力かっていうね、いろいろあるのはね、まず世界最強の日本の4メーカーのマシンが見れます、はい、でまあ、やっぱね、これ市販車ペースとは言ってますけども、世界最高峰の、改造が施されるというかね、もうマシンなんかもう1台数千万から数億の改造費がかかってるみたいなマシンが見れます。はい、でもね、CBR、GSXR、YZF とか ZX10 なんてこう4メーカーの一応市販車ペースを歌ってるので、はい、まあ、自分が乗ってるバイクを応援する感覚もあるというところも魅力の一つじゃないですかね、うん、で MotoGP とかワールドスーパーバイクなんか走ってる有名なライダーなんかを招聘して走らせたりもするので、そこも僕らなんかは魅力の一つじゃないかと、うん、あとね、やっぱね、チームとライダーにすげえドラマあるんですよ、うん、もうほんとね、トップのチームにはトップのもうね、プロライダーがもうお金もらって走ってるから、それはドラマありますし、下の下位チームなんかも予選取るの取らないのみたいなチームにもものすごいドラマがあって、こういうのを
今ね SNS とかでその下位チームなんかのドラマも垣間見たりすることができるんでいい時代になったなと思いますよ、うん、YouTube とかなんかでもねそのチームの苦悩とかどんなドラマあるのか見るんで、うん、そういうバックボーンを踏まえた上でこの8時間もご覧いただくと、うん、全てのチームに思い入れがいい、ねうん、出てくるというところで、そういうの見てもらいたいな。この耐久レースっていうのはもうズバーンとライダーだけが突っ走ればいいというレースじゃないです、うん、ピットワーク、タイヤの交換や給油作業なんかが途中出ますんで、はい、そこでのチームワークとかね、うん、実はこうチーム一丸とならないと戦えないレースっていうところも魅力の一つだと思います、うん、僕が苦手な団体戦、まあね、でこれがね、前夜祭なんかとかイベントも盛りだくさん、うんね、イベントを盛り上げるキャンペーンギャルなんかっていうのもまあ代々可愛いところが、うん、綺麗どころがね、うん、ほんと僕も8時間耐久レース見に行った時はもうそりゃあもう水着のギャルの後ろをついて歩いたもんですね。そうか、うん、まあそういう見どころもいっぱい。そうですね、でそしてねラストのゴールシーン、この主催者がアメリカまで行って見たその感動的なナイターレースのゴールシーンですよね。でそこに花火もどかどか打ち上げるの。でもおまけにピットではもう戦いを終えた人たちが安堵の表情と涙、うん、いろんな涙あるんですよここは。嬉しい涙も、歓喜の涙も、はい、悔し涙も、なるほど、見上げる花火、うん、もうねこう たまらんですよ、うん、ここは。で今年の見どころはやっぱりね4連覇中のヤマハチームなんですけど、5連覇かかってますヤマハ、うん、まあ、ちょっとずっちんすよ。いやずるい、もうすっげえかなり気合入ってくるんで。なるほど。もうメーカーがねもうで今年僕らはちょっとたまらんのですけど、テック21チームのカラーリングっていうのがね、昔見たやつが復活なんかっていうのもあって、ね、うん、僕らなんかのこうずっと見続けてきた人間にも面白い大会になるんですけど、うん、まあこれからもねまだ間に合いますよ、まだ7月の28日、ね、はいはい、これからですからね、はい、そして第1回優勝した吉村チームが42回目どうなるかっていうのをね、鈴木ファンご注目いただきたいなっていうところありますけどね、はい、で今年の鈴鹿8体の決勝7月28日決勝レーススタートでございます、はい、ぜひこの動画をね、まあ、今日ご覧いただいて興味を持った方なんかが万が一万が一いるようでしたらね、この日ちょっと注目していただきたいなっていうところあるんですけど、はい、本当は僕もね走りたいんですよ。本当は走りたいんですけど、あ、はい、まあ、どこからもオファーなかったんで今年も仕事してます。なるほど。この日はね、はい、仕事してますけども魂は鈴鹿に置いてきた吉村を応援してますガチコンで吉村ファンです僕は。なるほど、はい、まあ、申し訳ないです、まあ、全てのチームにリスペクトありますけどね、はい、全てのチームを応援してますけど優勝は吉村です、はい、よろしくお願いします。はい、まあこんな感じでね、ちょっと簡単に鈴鹿8時間耐久レースっていうもの、ね、どういうものかね、お話ししてまいりましたんで、はい、まあこれをきっかけにねレースの方もちょっと注目していただけるとありがたいなと思っております。はい、この企画森の銀まだ5年見届けよ。どうもありがとうございました。また次回。